レッスン261神は私の避難所であり安全のよりどころです私は逃げ込めるところや安全のよりどころと思えるものと一体感を持ちます私の強さを知覚するところに自分自身を見出して そして安全で攻撃されることのない砦の中に自分は住んでいると考えます今日は危険の中に安全を求めたり殺意のある攻撃の中に自分の平和を見つけようとするのはやめましょう私は神の中で生きています神の中に自分の避難所と自分の強さを見出します 神の中に私のアイデンティティがあります。神の中に永遠の平和があります。そしてそこにおいてのみ私は自分が本当は誰なのかを思い出すのです。今日の祈りをご一緒に。偶像 探し求めることのないようにさせてください父よ今日はあなたのもとへ我が家へ帰るつもりです あなたが想像されたままの私であることを選びあなたが私の真の自己として想像された神の子を見つけるつもりです神だけが私の避難所であり そして安全のよりどころです。